テスです、テス、うん、皆さん、準備の方はよろしいですか。もう始まってるところがあるなんて早漏なんだ。もう始まってるだって。いやー、その気合に見習って俺たちも盛り上げていきましょう。それでは、2日目三河スWJC ギルティギアアクセントコアプラス R、 ギルティといえば水温でしょう。皆さんメインタイトルなんで最後盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。さあ、どうぞ始めていこーい。やはりギルティギアといえば343が、やっぱね、34といえばギルティ、ギルティといえば34、そんな感じで盛り上げていただけたらと思います。 A 番台スタートボタンを押して先方を始めてください。目かゆくなってきた。ちょっとね、考えてた言葉あったんですけどね、使えなかった。ねえ、やっぱ34ですわ。さあ、いきなり出てきている社畜。社畜つらい。ニートさん、A 番台の、組み合わせを呼んでください。はい、A 番台、1P 側に座りますのが記念参加チーム、ホッサジャスティス、オーツアクセル、SMA チーム、先方はエセさんですね。 2P 側、アッセンチーム、先頭豆ソル、ヘビーバイケン、サライアンジチーム、先方ヘビー、バイケンになります。はい、事前エントリー組と当日のエントリー、いや違うな、アッセンです、お互いに事前エントリーだな、対戦となっております。さあ、かぶりを連続フット、K、はい、畳み返し、K、はい、畳み返し、K、畳で吹っ飛ばしていく。さあ、キャラ構成的にですね、ワンピーアーチームにですね、ジャスティスがいますので、ちょっと辛いんじゃないかな、2P 側っていったところですね。ソルもいけますし、アンチも多分辛いかもしれない。バイケンはどうなんだろう、バイケンはちょっと分かりませんね。スラネサンズを出していきますが、後ろから殴っていく。ジャンプ S1 本選手はヘビーバイケン、スネーク。あ、これ多分通信切れてるだけで交渉したら多分大丈夫。さあ、カバリー、カバリー、どうしても伸びちゃいますね。さあ、盛り上がってるぞ。エイルカヒット、マイビーヒット、 K、 はい、畳返し、 K、 ジャンファイを当たらす。オーバーヘッド飛んでいる、いい判断。マイビーがストンプ下で間違えるのがメイ。さくら空中投げ、さくら攻める、ダーキャンを攻めに使える。今回のバイケンは面白いですね。さあ、先方先制しているのはヘビバケン。あと、あらかじめお呼び立ち、呼ばれそうなチーム呼んどきます。エネオさん、マチョムさん、ケイスさんチーム、トゥーリのタテオさん、クビアさん、ハトさん、トゥーリオさんチーム、ブルーさん、チリジングさん、カメゴさんチーム、ホヒコさん、モッサンさん、トムトムさんチーム、長谷川さん、タカさん、ハメンチュチーム、クバさん、メロンさん、チャップチーム、そのあたりはすぐ呼ばれると思います。さあ、行きましょう。2人目出てくるのはジャスティス。あ、エザン、ハケザン、岸高さんと地球人チームもすぐ呼ぶと思います。ここはどうなんでしょうね。この先方のヘビさんのバイケンがこのチーム戦突破するにあたってかなり重要なポジションになってくると思われます。まあ、同じようにね、 2P 側コスタさんのジャスティス、こちらも大事です。お互いにキーマン同士の対決となっているでしょう。バイケンはね、 NB に対して一応畳が3枚飛ばせるのがいいですね。当たらない、桜、これカウントヒット。こうなってしまうとちょっとめんどくさい。ゲージを溜めないといけませんね。ニースを出してやられ判定だけを出し、起爆させたいという、狙いで多分ニースを振っていたと思うんですけども、スライディングにすぎます。これがある Z
前半でダメージを奪っていたのがここに来てちょっときついかなと思いましたが、バーストヒットこの距離通していった。 K、 はい、畳み返し。 TS どこに当たってんだよ。なので開幕が大事でしょう。さあ S 突っ込んでいく。まあバイケンじゃねえや、ジャスティスはバックステップが強化されたとはいえそこまで強いわけじゃなさそうな気がする。あとはスズラン、あ届くんだ、投げ返すな、畳、ここはつらい、追いかけていくが投げ決まる、画面足ボム、大きい攻めは屈伸して投げ前、はいボム、さあループスロック攻め、マイフィアバックステップ立ち合いからジャスティスソードじゃねえや、そんなんねえわミドルソード、アジェフティン、ジャンハイチョが、ここは投げがありましたので溶山でキャンセル、いい判断でした。ゲージがないバイキンはちょっと辛い、空中ダッシュ、 S 畳がうまい、ジャンハイ畳バーストポイントはどうかな、ない、やはりバイキン、そらむずいが、チャンス、ゲージがない、エンニュス見返る、さあ勝ち角からここを落としてしまった。さあそして立ち切り何に強い、クチナッシュ、さあ前半で攻めるか、オレンコンタ前、ハイジャディダウンは奪えないが空中ダッシュを通す、しかしこれ相性ってのでジャスティングは私も OK でしょう。バース読んで投げて前、ハイ SPSD ですね、 SDD のダメージを取っていく、エビ畳、さあもう1枚打てますがここは耐えきれるか、空中ダッシュ起爆させ勝ったのはホッソジャスティス。さあこれでちょっと辛い展開になってまいりました 2P 側出てくるのはサライアンジ、ツイッターのアイコンがマジでやばいっていうことでこれの中で噂になってます。さあエンス空中ダッシュ画面端死んで、ここは転ばしていく、ミカエルで吹っ飛ばす、これで一気にエースを逆転、守りながら攻めます。さあ NB 自体はですね、ジャスティスがボタンを離すことによって起爆させることができますので、相手が技を振ってきそうだなってところでボーンと爆発させたりもあるみたいですね。さあちょっとこれはまずい、どこで前に出るか、ハイジャンプするか、これは一応中には入り込めたのかな。さあ風神もミカレで吹っ飛ばし、 B ボム NS そう取って風神下段、逃げられない、あーちょっと遅かった、カイスラボムで返して B ボム K ボム、K、B、ホイ、ホイ、これハイスラかな、きつい、なんだこのゲーム。まあこうなってしまったら仕方ありません、切り替えて次のラウンド。マイハイと B ボム、K ボム、さあ空中から行きたいんですけども、ここは無理、ファーストのガード、さあもう一度作業モードに入ります。タッチピー、さあせっかく近づいたのに追い返されてしまってとても辛い、さあうまく暗いバックさせました、暗い起爆させましたが、風神からここはそう取っていく、いやタッチピーが当たらず、風神から画面端、しゃがみ端、何を狙っているか、バックセップ、タッチピー、タッチケ、円安、ここで引き逃げしてダウンを1クラを取るが、ミカエルが刺さって勝ったのはホッサージャスス。さあ出てくるのは E 番台終了、 E、 E、A、B、C、D、 E 番台勝ったのがどっちだ、ドクターモンキーチームじゃない方ね、アッセンチーム了解です。じ
では E 番台の呼び出しをします。エネオさん、マチョムさん、ケイスさんチームとトゥーリのタテオチーム、トモカでクビワテスター、ミサカでロロナーバー、東国原トゥーリオイのチーム ABC で E 番台です。で、エネオさん、マチョムさん、ケイスさんそこにいるので一応合流してワンピーツビー決めてください。はい、行きましょう。センドゥーマメソル対ホッサージャスティス。ソルきついかもしれません、とか超きついと思いますが、さあ枠慌てないことが重要になってくると思われますが、ミカエルで返していく。 B 番で終わり。さあここは通してバスを使わせる、フォームを置いとく。 2K 円安テイクミカエルで飛んでいく。おっと、ここで次に掴む。ジャンディサイド、おー、生サイド落として画面中央の詰め、ガンフレから直下バックスを捉えるが、キーエス当たらず、なんと潜っていく。さあグランドウェーブは見てから起爆。どうする、ミカエル。あーと、ここはガンフレーム届かず。はい、呼び出します。 B 番台、元気下がチーム、エンさん、ハーケンさん、岸高さんと地球人チーム、天津飯、チャオズ、ヤムチャチーム、 B 番台です。なんだって Z 選手Z 選手が現れた。はい、 E 相手、クビワさん、ハトさん、トゥーリオさん、あ、そこで手挙げてる。ハトさんもっと手挙げて。ジャスティス側はグランドバイを通してしまったもまだバーストがありますから、ここはマイハイ、ミカエルが出ないか。さあ、キンエスマイピートを落として勝ったのはホッサージャスティス、0回戦突破です。